大谷翔平選手を応援するファンの皆様、しんすけハンディマンです。9月25日第58試合目、対戦する相手チームはロサンゼルスドジャースです。フリーウェイシリーズ第1戦、大谷翔平選手はピンチヒッターで出場です。今日の大谷翔平選手は9回ノーアウトランナー1塁で、ピンチヒッターとして出場しましたが、残念ながら三振に終わってしまいました。そしてエンジェルス、今日は両チーム合わせて8本のホームランが飛び出しました。残念ながらエンジェルスはその乱打戦を制することができず、5対8で負けてしまいました。これでエンジェルスポストシーズン進出はなくなりました。今日エンジェルス途中までリードをしてたんですけれども、ここ2週間調子の良かった自慢のリリーフ陣が打たれてしまい負けてしまいました。そして今日のエンジェルスの活躍した選手はデイビッド・フレッチャー選手です。今日のデイビッド・フレッチャー選手は5打数の2安打で、打撃好調をですね維持しております。もうフレッチャー選手はですね自慢のリーディングヒッターですね、打率の方も、3割1分8厘と伸ばしております。そして2人目はですね、ジャレッド・ウォルシュ選手です。ジャレッド・ウォルシュ選手も5打数の2安打で、今日ね1本のホームランを打っております。ジャレッド・ウォルシュ選手9月だけでね9本目のホームランを打ってます。素晴らしいね、活躍をしております。そして最後にマイク・トラウト選手です。4打数の1安打でスリーランホームランを打って、今日は打点3を挙げております。マイク・トラウト選手、カーショーからですねホームランを打つのは、初めてということでした。そしてエンジェルス、明日、フリーウェイシリーズ第2戦があります。先発の予定ピッチャーはディラン・バンディ投手となっております。残りの2試合エンゼルス消化試合となってしまいましたが、ドジャースに、スイープされないようにまず明日はですね1つ勝って、このカード五分にしてもらいたいと思います。そして大谷翔平選手、明日、出場機会がありましたらヒットまたはですねホームランをね打ってエンゼルスの勝利に貢献してもらいたいと思います。エンジェルス、消化試合となりましたけども引き続き皆さん応援よろしくお願いいたします。それではまた。